気ままにダラダラ、ショーチャンネル。この動画は、怖がりだけどホラー大好きなうぷ主が、ただホラーゲームをプレイしていく動画である。グロ表現、絶叫にはご注意を。どう行けばよかった映画。走り抜ける。走り抜けるのが千葉なのか。行ってみるか、これ行けるかな。若干ゲーム重いけど、あーそれでよかったんだ。やっぱりはあよかった。無駄に一回やられてもうたな。え、てか来るのかよ。ちょっと待って、ちょっと待って、これではめればいいのね。はい、でここで水門がやっとこさ開くから行けるようにはなるけど、あいつどこ行った？あ、消えた？下にもいないよね。あ、よかったよかった。何だったんだろうさっきのは。勝手に突っ込んできたけど、あ、後ろは閉じ込められるわな。まあそれは仕方がない。でジョセフさんは一体どこに行ったの？この先？うん、ここは？まあジョセフ・セバスチャンが通った道には違いないんだろうけど。よいしょ、起きた。ジョセフ、無事でよかった。あなたこそ。セバスチャンは？わかりません。戻って彼を探しに行きましょう。ダメよ、とにかくここから出ないと。その後探しに行きましょう。あのゲートは開けられる？我々には重すぎる。気をつけてね。私は大丈夫。スイッチか何かないか探してみてください。あいつ有能すぎるな。あ、やってくれるの？ここから出られる方法を見つけてください。出られる方法というのはこれしかないんですけど、これ正解？これでいいのかな。一応出たけど、おいジョセフ、ジョセフ声かけないの？声かけなくていいのこれ。俺だけ言っちゃうけ。ちょ、猫ちゃんもいるけど、とりあえず一回セーブはしときたいからセーブしようか。え、ジョセフお前いいの？よーし、じゃあセーブも終わったんでいきますかね。ほいっと。結局助けようと後ろ守ってくれたジョセフはもう素通りなのね。恐ろしい女キットマン。怒られるぞ。ジョセフさんはね、戦ってくれてるんだけどね、こっちガムシっていうね。この扉はどこに繋がってんだ？あ？なんだこりゃ。このマークか。え？どのマークだ？さっきの。忘れた。すっかり忘れたんだけど。あ、回してやれってこと？え、どんなマークだったっけこれ。え？これでいいのかな？しっかりこのマークの形を忘れたよ。ああ来た来た来た、これが正解だ。ちょっと判定が分かりにくいけど、おー来た来た来た、よーし。判定むずすぎなこれ。 OK。 最優先プロジェクトとなったステムの研究は全面的に支援されることになり、他の研究チームも後方支援に加わった。科学チームや
植物学チームですらがいずれ接続されるだろう被験者の準備作業に当たっている。プロトタイプが稼働しているからにはしばらく実験が続くのだろう。ステムの実験を終えた被験者たちはかなり詳しくヒアリングされている。患者の症状から彼らそれぞれの体験を読み取ることができるが、共通点もある。全ての患者が同じ場所や出来事を体験している。彼らが体験する世界は新しい被験者がつながれるたびに拡大しているようだ。これが何を示唆しているのか。一度ステムにつながれたユーザーは自分の意識の破片がステムに残されコミュニティが形成されているのではと考えている。まるでそこに新たな別世界が作られているように。うん、まあそれが今キッドマンとか、まあジョセフ・セバスチャンが入ってる世界がそうだよね。別の世界、まあもう一個の世界かな。うん、博士自体もそんなに把握はしてなかったの？いやでもしてるはずか。それを利用しようとしてたわけだもんな。集中力が薄れているぞキッド、注意したはずだ。この場所どうやって？私は一体。君の存在が奴に悟られた。君の意識に入り込もうとしている。だが今はもっと大きな問題がある。あの刑事だ。ジョセフなら大丈夫です。何も疑っていません。彼は無用。片付けろ。これは命令だ。キッドマン、何をしてるんですか？ジョセフを殺す？そんなことをしてもレスリーは見つからない。彼は信用できない。いずれ裏切る。全てを知った時裏切るだろう。言ったはずだキッド、君は弱い。我々を失望させるほどにな。二人とも無事か？ええ、セバスチャン、二人で持ち上げればキッドがくぐって向こう側に行けるかもしれません。頼んだぞ。奇妙ですね。捕らえただけで殺さないっていうのは。彼は脅威とみなさなかった。彼知っている。彼は渡さない。おとなしく命令に従っておくべきだったな、キッドマン。どういうこと？え、感染が出てもうたってこと？これ。え、ちょっと待って。しかも斧持ったってことはどうすりゃいいんだこれ。やるの？ジョセフを？え、とりあえず。おいで。お前かキッドマン。あー来るけど、ちょっと待ってよ。え、バレてる？え、バレてます？あ、バレてます？これ。あ、バレてるわ。いか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 。隠れるよ。近くに。そこか。待て待て、これ、こっち逃げれる？あ、一応逃げれるね。これ参ったな。ちょっと待ってよ。近くにいるんだろう。え、うわ、これ逃げんとまずくね。多分もう捕まったら
とんど終わりやろから。あ、入る。一旦入って。あいつを手形見るか。どうすりゃいいんだこれ。お前勘鋭すぎへん？すごすぎへん？マジかよ。ちょ、逃げ場所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 がないぞ。ベッドの下とか。一応あいつそっから来たけど、斧が至る場所にあったってことはやらなきゃいけないんだろうな、おそらく。待ってよ。どうすんだあれ。近づいてなんか反応があるかどうか。お前を殺してやるキッドマン。もう性格全く違うからマジ怖えな、ジョセフ。何？本当なんで今ので見つかんの？あ、やばいこれ。ちょっと待って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 、早っ。またあいつら渾身のタックルしてきたぞ。近くにいるんだ。逃げ場所が難しいな。素直に来てくれんかな。じゃあライト消しとくか。普通に殴りやがったあいつ。マジか。見つけたぞ。これをしなきゃいけないってこと。しかも1回じゃ終わらねえのかよこれ。やりやがったって、本当にやりやがったよ。ああ来た来た来た。どうしようか。さっきそこで見つかったもんな。撃ってくんの？マジかよ。しなきゃいけないことは分かったから、あとはどう裏取るかだな。あいつが止まった時とかチャンスなんだろうけど。あ、バレるか。今のでバレるか。痛い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 。難しいね。近くにいるんだろう。あんまり近くに過ぎてもあれなんだよな。バレちゃうというか、銃で撃たれちゃうもんな。来たか。あ、来た来た。もう気づいてないっぽいねこっち。あ、帰ってくるの。どうすんだ。姿を見せろ。嫌だ、激しく嫌だ。見せたくない。このまま行きたいんだけど。頼む、振り向くなよ。追いつけんかな。あ、惜しい。今マーク出た。ごめんよー、ごめんよー。あ、なんだろう、心苦しい。すんげえ心苦しいけど仕方がないよね。どこ行った。あー来た来た。また探せるか。めっちゃ走ってきたけど。
大丈夫。あれ、これこのまま狙えるかな。動くな。うわわわわわわ、狙いにくいだろ。狙わんで。うわ、普通に撃ってきてるよ。ん？あ、今のあれか、フラッシュ的なもんか。そういうことか。ちょっともったいない使い方したら。あ、むずい、ま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 ずい。大丈夫かな？いや、進めんて、これ怖すぎて。よしよしよし、そのまま、そのままで。姿を見せろ。殺せるもんならやってみろ。やっぱ改めて聞くと、ジョセフ、イケボだな。そこか。マジで、バレる今の。まずい。銃はまずいって。ここは一旦引くか。で、フラッシュ当てるか。近くにいるんだ。動くな。この角度狙えなくね。狙いにくいだろ。近くにいるんだろ。狙っとるの。来た来た来た。どっから来る。あれ、あ、そのまま普通に通り過ぎたのか。そこか。ちょっと待って、これで、お、危ねえ。どうなんだろう、これ来て。はい、 OK。 で、この時狙えない。 OK、 いけた。え、危ねえ、よかった。で、これでまた一旦逃げる。斧、斧、あるある。この斧取って、もう一個あそこあったよな。近くにいるんだ。いますよ。もう一個なかった？あったあった、これだ。じゃあわざと見つかるか。だからここで、おいで、お前かキッドマン、おいでって捨ておいて、来たところを、もうその手には引っかからないぞ。え、嘘やん。いや、引っかかってるやん。え、いけ。自らの罪を悔いることはあるか。というわけで、また飛ばされたわけだけども、え、あれ、でもジョセフ生きてたよね。生きてたのに、どういうこと。まさかこの家、そんなはずが。ん、なんかいる。あ、なに。いや、これは人形だと信じたい。この奥？え？母はいつもミサまでの時間をユリスに座ってぼんやり過ごしていた。え、誰もいないし。子供に時間を割くことがなくて、なぜ私を産んだんだろうって思ってた。あ？どういうこと？ミズ・キッドマン、あなたの家族について教えてもらえる？パス。次の質問を。いいえ、この話は随分後回しにしてきた。あなたを理解するためには重要なことなの。
両親は私に何の関心も持たなかった。教会のことばかりで。あれはカルトね。まるで罰みたいだった。何をしようと逃れられない。虐待された？無視されただけよ。私がいなくなっても気にもしなかった。探しもせずに見限っただけ。あなたも戻ろうとは思わなかった？何年か後にね。でも消えてた。みんないなくなってたの。町ごと引っ越しでもしたみたいに。何か感じるかと思ったけど、そんなこともなかった。それは今でも？ええ、変わらないわ。正直くたばれと思ってる。ただ奇妙だとは思う。町の中心にあった顔を押さえた像。子供の頃はそれを見て悲しい気持ちになったけど、今ならあそこの哀れな暮らしを知って泣いていたのかもって思う。ひどいところだったわ。うん。なんかキットマンのそう幼少時代の話が出てきたけども、まさかって言ったってことは、ここがもしかしてキットのお家？外に出てみたら、ここって最初本編でチェーンさんと戦った場所じゃない？多分そうだよね。ここキットの地元だったの？マジっすか？こんな薄気味悪いところが？あったな、確かにこんな場所。レスリー待って！何？鉄の扉？町の中心でライトアップされたあの像を私は見上げていた。町を満たす惨めな命を持っているように見えた。像なくなってんじゃん。ん？何これ？回転？どういうこと？これをどうにかしろっていうこと？ライトアップするの？はあ。けどこっちないけど、何もないけど、ん？こっちは動かせるのか？あ、動かせない。で、別にこっちも動かすもんは何もないけど、外したらまあ何もならんわな。やっぱ合ってるのか、さっきので。何を意図してるんだこのライト。これでいいのかな。でも何も偏屈はないけど、それなんだ。これは別に何もないのか。別にここに何か仕掛けがあるわけでもなさそうなんだけどな。なんだろう。こっちは確かここ本編ではアイテム回収した場所だな。この先は何かあるか。あったサーチライト。じゃこれをさっきのもう一つのところに設置すればいいのかな。設置して何が見えるんだろう。でも一個台座壊れてるしな。ここな。ここをとりあえず置いて回そう。ほい。どうよ。あ？何もならなくね？あ？別にこれだけじゃ何もならないけど。こっちには？
開かないよね。ん？なんかこれはこれで雰囲気が怖いんだけど、なんなのこれ。元は銅像のライトアップのためでしょこれ。でまだここも開かないし、あ、びっくりした。何もないぞ。あ、ライトか。びっくりした。そういうことか。像も扉だけじゃなくて像も出せるのか。ああ、これは確かに泣いてる像だな。てかこれ女神像に激似？てか女神像がこれなのか、音が。ああ、そういうことなのかな。いや、元はこの町のものだったってこと？ってことはこの町になんか起源じゃないけど何かありそうだね、秘密が。もちろんキッドマンのその幼少時代というか過去の話もそうだけど。みんな平穏を求めている。帰るべき我が家を求めている。思い込まれてそこへ導かれている。君の帰るべきは今や我々のいるところ。なんかあんまり雰囲気的にもそうだけど状況的にも良くないね。ちょっと話が紐解かれてたけどまだ分からんな。じゃあまあセーブ箇所もちょうどあるしセーブしよう。気ままにダラダラ、ショーチャンネル。